なんかそういう人たちが移住するときのなんか注意点ってあります？ただ一つ言えるのが、まあ、特に気をつけないと、そういうのちょっと下手するとトラブルになりかねない。めっちゃ面白い。ドバイデューデって。ドバイデューデって。マンスールさん、こんにちは。どうも、島袋さん。ご無沙汰しております。ご無沙汰してます。僕、今からですね、はい、っていうか、今、僕、この間動画に上げた、かぐみさんっていうですね、世界中を旅してる、起業家の、女性の起業家の人に誘われて、イビザに行く途中なんですけど、今、ドバイにトランジットで、立ち寄ってるんで、ドバイといえば、もうね、マンスールさんじゃないですか。だから、久々ね、ちょっと、本当、クイックなんですけど、はい、すいません、僕から誘って、時間、本当、10分ちょっとぐらいしかないんですけど、聞いていきたいと思います。早速いいですか、ちょっと教えていただきたいのは。あ、いいっすよ、全然、どうぞ。はい、皆さんね、マンスルさんって日本人なんですけど、ドバイっていうかアラブ首長国連邦でめちゃめちゃ有名人ですよね。政府公認の、有名人、はい、芸能人なんですよね、はいはい、一応なんか軽く自己紹介またお願いします。はい、あ、マンスか私、マンスルと申します。 UAE に今10年くらい住んでるんですけども、今先ほど島袋さんがご紹介いただいた通り、基本的にはドバイ政府から、インフルエンサー購入してもらったりとかですね、基本的にはメディアとか、インフルエンサーで今主に活動してるんですけども、他にビジネスで言えば小売りとかですね、他に今考えてるのが飲食とかちょっと検討しておりまして、そんな感じで、なんだかんだドバイ、そうですね、長らくおります。はい、よろしくお願いいたします。ドバイ事情めっちゃ詳しいんで、だからドバイに移住する、ドバイ事情ですよね、全般ビジネスだったりとか、はい、その辺詳しいんで、はい、ちゃんとした人はマンスールさん連絡してくださいやってますよ、これ。いろいろ来ても大変だからさ、ちゃんとした人じゃないとね。はい、ありがとうございます。で、早速聞いていきたいと思うんですけど、最近なんか、そうそう、フライトでもめちゃくちゃ人乗ってたし、なんかドバイに移住してる人、クリプト系とか、なんかめちゃくちゃ増えてるなって、今だとやっぱ有名人の、ね、人もいらっしゃるんです、たくさんいらっしゃると思うんですけど、そうですね。移住事情って今どんな感じなんですか？移住事情ですか？そうですね。はい、前回動画に出演させていただいた時から比べますと、そこまで大きくは変わってないんですけども、ただ人は増えてますよ、やっぱり、めちゃくちゃ。日本からもそうですし、いろんな世界ですね。例えば主なところで言うとロシアとかドンパチあってじゃないですか、あれとかもあって増えてます、やっぱり移住してる人っていうのは、やっぱりいろんな意味でメリットが多いと言いますか、なんでそういう数としては増えてますよ。じゃ あ外国人を誘致しようとしてるっていう感じなんですね。やっぱそうですね、もうかなりオープンと言いますか、その外国人をどんどん誘致しようっていう政策もこう推し進められてますし、例えばご存知かもしれないですけど、いわゆるゴールデンビザっていうものですね、要するに長期滞在ビザというものが独整備されたりとかですね、ゴールデンビザっていうのを軽く申し上げますと、一番いろんな方に適用されやすいのはおそらく投資家カテゴリーだと思うんですけども、例えば不動産を購入するとかですね、あとは実際に事業の資金がいくらとかって要件があったりするんですけども、具体的にいくらって、それの場合とかですね、大体5年から10年の期間、どっちかなんですけども、っていうのがそういう特殊なビザがありまして、でまたはそうですね、投資家以外だとそうですね、特殊技能を持った方とかアカデミックな方ですね、例えば博士課程を取られている方とか、そうやって研究職に就かれている方とか、エンジニアとかですねとかも結構優遇されたりとかして、一芸に秀でた人とかを基本的に呼び入れてといいますか、国外からウェルカムウェルカムという感じに進めてますよね。なるほど。なんか僕はこのチャンネルでは経営者で仮想通貨とかやってますで、ドバイに移住考えてます、あっちで事業やりたいですっていう人たまに聞くんですけど、なんかそういう人たちが移住するときのなんか注意点ってあります？注意点としては、ここら辺いわゆる国際法とか税制みたいなのはちょっとそこまで詳しくないんですけども、ただ一つ言えるのが、特に仮想通貨系だったら税金の方で気をつけないと、よくは、そういった法律とかにお詳しい方とかですねとかにちょっと相談して資産をどうするかとかしないと、そういうのちょっと下手するとトラブルになりかねないんだけど、そこは結構よく研究調査ですね、された方がいいのかなって、じゃないと本当に結構いわゆる当局とかうるさいんで、そこは結構あんまり日本側ですか、それともドバイ側？そうですね、ドバイ側もドバイ側で結構マネードンダリとか結構取り締まり強化してるんで、ドライヤードバイ側で結構厳しくなりつつあるんで、そういう部分はで、もう日本側はもう言うまでもなくもともと厳しいんで、それについてはもう特に些細なことは許さないみたいなことがあるみたいなんで、そこはお気をつけなさった方がいいのかなって思います。もし見てる人で、じゃあ将来ドバイに移住しようとか
と考えたときに、その現地 の, その会計事務所だったり、そのロイヤー法律事務所とかをマンスール様に紹介してもらうことって可能なんですか？可能ですね。そういった方も周りにいますね。そのいわゆる弁護士とかですね、まあ、いわゆる会計士みたいなですか、やっぱりそういうのはまあ専門家に任されたわけですよ、ね、なるほどね、はい、じゃ あ, あ, まりちゃんとした人がマンスールさんに問い合わせしてください。怪しいなと思ったらマンスールさんもそれは仕事を選ぶ権利あるから、そうしていただけると嬉しいです本当はあの、まあ、ドバイに限らないと思うんですけど、まあ、いろんな方いらっしゃるんで、はい、そうですね。あ、そうそう、それで言うとなんかあのやっぱ引き続き詐欺師もやっぱ多いイメージなんですけど、実際どうなんですか、あの詐欺師多いっすね。多いっすよ。まあ他の国の企画っていうのはなかなか難しいと思うんですけども、ただドバイってまあいい意味でも悪い意味でもこういろいろとまあお金に関してはキラキラしたイメージがあって、詐欺師としても結構こう狩り場としては狩りやすいフィールドなんで、まあ残念ながらそのまあ我々日本人ですよね、日本人がまあまた日本人を騙すというまあ構図があったりしたりとかありますので、まあ本当にそういう部分っていうのは十分お気をつけになった方がいいかな。まあ本当にあのまあお付き合いになる方とかどう選ぶっていうのが必要です。こういうのできるんですか？日本人でドバイにいる身辺調査をマンスールさんにお願いします。で、まあ、これ結構ニーズあると思うけど、うん、確かにそうですよね。この人大丈夫ですかみたいな。そう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 。あくまでもマンスールさんジャッジで、だって政府の人じゃないと言っちゃうから、はい、マンスールさん政府公認の方芸能人なんで、まあそういう情報は知識というかまあありますよね。一応、はい、まあそういうのもあれば、そういう身辺調査までいかないですよ。そのこの人大丈夫かしらとか、そういうなんていうんですかね、デューデリみたいですか、簡単な。めっちゃ面白い、ドバイデューデリ。ドバイデューデリ。わかりました、ね、あ、マンスさんすいません、僕ちょっとそろそろこういうフライトに行かなきゃいけなくてですね。あ、どうですか、どうですか、あの、はい、行っちゃいます。またちょっと ドバイ行くときはあのまた連絡してもらっていいですか？そうですね、ぜひとも、はい、よろしくお願いします。じゃあ参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録マスでお願いします。はい、お気をつけて、またまた来ましょう。はい、どうも、失礼します。マンデージスム完全習得講座、皆さんご購入されましたでしょうか？おかげさまで100名以上の方に購入いただきました。購入いただいた皆様の中からですね、自分で M&A をやりきることができましたとか、手数料数千万円削減できましたっていう嬉しいコメントもいただいております。5万円少し高いかもしれませんが、絶対損はさせませんので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。